皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。キャプテン翼戦えドリームチーム、今回は3周年記念大感謝10連チケットガチャをやっていきたいと思います。今回3周年記念ということで、この10連チケットを10枚、じゃあ合計100連ガチャが引けるっていう太っ腹な企画になってます、ね、で左にガチャの詳細書いてあるんですけど、最初の10連目はあの SR 以上が確定してますと。で50連目で SSR、 あのいつも欲しがるあの大当たりが1体確定してますと。で70連目でも100連目でも1体それぞれ大当たりが出ますよと。でしかもおまけ付きっていう、あのだんだんステップアップしていく無料のガチャになってます。でこれ何がすごいのかって、あの普段山チャンネルで毎月やってるドリームフェス、あれの限定選手が当たる可能性もあったりとか、まあドリコレっていうガチャのその限定選手、これも当たるかもしれませんっていう、ものすごい太っ腹な企画になってます。ちなみにあの山県の欲しいフェス限のキャラっていうのは、顔のイラストの横にもう一個顔が描いてるっていう、二重で顔が描いてあったら当たりだと思っていただければと思います。まあ、最近あのガチャ運絶好調なので、まあ、どんな結果になるのか、ね、計100回やっていきたいと思います。最初の10連いきます。はい、演出が大事です。鳥が 1,2,3、 あー3はショットが青いきます。あー厳しい、俺の全力のサッカーだ。この青枠の選手がバーッと出てくると大体まあ当たらないという。はい、誰も出てこない。はい、ということで最初の10連は、まあ、全然当てることはできませんでした。じゃあ20連目いきます。ここは SSR 大当たりする確率が 4% になってます。いきます。 4% じゃちょっと渋いかな。どう、あー鳥が2羽、いきます。閉まんないとここは。はい、また青の選手ね。しかも一番下空いてるしっていう。はい、ロベルトじゃ変わりません。ここで最後逆転エースもあるんですけど、まあちょっと厳しいでしょう。はい、ということで20連目も当てることができませんでした。じゃあ30連目いきます。ここは今回 SSR 5% となってます。 5% ならなくはないのかなと思うんですけど、はい、チャンス、鳥1羽、でもここチャンス、いきます。縛れば、お、縛った、どうだろう、微妙。はい、お、レインボー、ここは行ったと思います。来い、あ、でも1体は確定します。この虹玉が大当たりなので、ここ誰が出る、あー、はい、翼と、主人公翼が出てくれました。オフェンシブミッドフィルダーでタックルの S ランク技持ちと、ね、やってます。ズレではないんですけど、ちょっとあのドリフェス限定のキャラではないかなというところです。はい、じゃあ次いきます。次はね、50% で大当たり確定と、2分の1の確率になってます。いきます。2分の1なら当たるでしょうね。はい、やばい、何にもない、鳥が1羽、いきます。手腕ないし、文字も黒だし、ここ青選手が5人という、まあ無理でしょうね。これは厳しい。はい、ということで2分の1外しちゃいました。はい、じゃあ次いきます。ここは1体も確定しているので、まあできれば2体3体出てくれるとすごく嬉しいという形になります。いきます。
今確定演出は出ると思うんですけど、ショットがもうレインボーで、紙吹雪が舞ってると。いきます。いくぞ、翼くん。はい。うさくん、いけー、ツインシュートだ。ここで、頑張って。はい、2つ、1つだ。はい、鉄銀が出てくれたらありがたい。はい、俺の右足出ない。空に映し出す芸術を早く見たいんだ。あ、そう、なぜ出ない。ちなみにこれ持ってないやつでした。そう、竣工で、シュートとドリブルが S ランク技持ちと。はい、ということで SSR はまあ一体確定だったので出ましたけど、鉄拳のキャラではないという形になってます。じゃあ次いきます。ここも 50% で確定なので、さっき2分の1外してるんで、確率的には大丈夫だと思いますね。そんな外れないでしょ。来い。何の演出もない、何にもない、鳥もないね。行きます。いやいやいや、嘘だ嘘だ。あ、なになに、微妙微妙、ダメでしょう。ほいね、来ないです。厳しいなー。 50% に勝てない男ね。お、なんかおまけか、おまけだ。はい、で、ここは確定なのでもう絶対に大丈夫です。いきます。鉄拳来て、いくよ。できれば2体。はい、鳥5羽。普段これが出てくれるとありがたいんですけど。来い、キューガ君。いけ、いけ、いけ、翼。あー、変わる、変わんないね。はい、ロベルトが変わりません。はい、ねえ、レリン。はい、ステファン・レリン S ランクのシュート持ちと。はい、いや、強い選手なんですけど、まあ、できれば、このフェス源が欲しいということで、まあ、残りでなんとか当てていきたいと思います。はい、じゃあ80連目いきたいと思います。ここは、一枠、SSR の確率が 50% ということで、まあ、2分の1。ね、もうそろそろ当たるんじゃないでしょうか。いきます。ここ大事。演出。君さん、あー、厳しいかな。縛れば、いきます。はい、縛んない、ね、ナトレーザー。お、ピンクだと確定かな。あ、はい、来ました翼。お、しかもロベルトで変わるっていう。ここは2つ来ました。お、最後の方、誰が来てくれるか。いけ、うわー、伊沢ってね。はい、違う違う、裏でって、裏でって、これバレンタインのやつかな、なんかハートマーク。お、あ、おまけね。はい、ということで、まあ、フェス限でもなんでもないんですけど、あの、軟活にいた伊沢くん、タックルとパスが、まあ、S ランクの技を持ってると。で、裏で、クロスだからパスかな、を持ってる選手。これハートマークなの、多分バレンタインかなんかの時の限定選手だと思うんですけど、まあいらないかなっていう感じです。はい、じゃあ次いきます。次も SSR 50% で確定と、2分の1です。いきます。はい、鳥が1、2、3、まあ4は縛れば。お、しまった。行ったかな。よし、行った。はい、1個発見。
はい。おお、また変わった。頼む、いいやつ来て、いいやつ来て。ああ、もう。何も負けない。はい。レビンと松山くんと。おまけ。おまけね。必殺技強化、これ10個が3つって、これなかなかいいとは思うんですけど。まず、レビン。はい。ディフェンシブで使う方かな。パスカットの必殺技を持っていて、しかも、自動パスカットでも必殺技が、っていう。まあ、弱くはないんでしょうけど、っていう感じです。で、松山くんもこれなんかまだ限定かな？オフェンシブだ。ディフェンスのイメージが強いんですけど、これは攻撃的ミッドフィールダーの松山くんになります。あー、どうだろうな、厳しい。じゃあラスト！ここはもう1体確定しているので、まあさっきみたく2体以上出てくれたらありがたいっす。はい。これが3話。はい。最後来て、別弦。お、2個。あ、変わんない。でも2体、来ました。1体目、おー、すごい。誰よりも強くなること。はい、シュナイダーの別弦が出ました。もう1個。おー。天下一の世界一をもぎ取りに行こうぜ。日野の別弦が出ました。ね、最後の最後。見せれたんじゃないでしょうか。ということで、まずシュナイダーからちょっと見ていきます。はい。あれ？これ強いかな？ネオファイヤーショットを持っていて、力属性の選手の全パラメータが 10% アップと。あんまり強くないかな。シュナイダーはもう一個の方も持っているので、必殺技だけ、ちょっと移植しようと思います。はい。で、日野くん。これもそんな強くないのかな。でも、日野結構、SSR の日野持ってるので、技移植して、ちょっと使ってみても面白いかなと思います。はい。ということで、これで100連終了しました。で、この後、中の10体 SSR 確定で、その中で1体だけ好きなのを選んでくださいっていう、このガチャの方、やっていこうと思いますので、よかったら引き続き見てください。はい、では最後に3周年記念ガチャの選べる SSR 確定チケットガチャをやっていきたいと思います。これ10体全部もう大当たり確定で、で、その中から好きな選手を1人選んでくださいっていう、そんなものになってます。だまあ10人出てくるので、まあその中でフェスゲンの選手が出てきたら選ぼうかなって思ってます。ね、2枚チケット持ってるので、2回引きます。1回目いきます。まあ、これはもう確定なので安心して見れるかなと。はい、行きます。これかっこいい。金でキラキラ。ああ、これはフェスゲンの、ね、顔の横に顔があるっていう。フェスゲンキャラのカルツが出ました。お、ジト！これはありがたい。あ、マサオだ。リバウール。はい、ノーマルカルツ。はい、敗戦することは絶対にありえない。俺が空からゴールを奪ってやる。マーガス、ちょっとちなみに何持ってるか。ああ、いいな、これも欲しいな。あ、ビアスだ。出るか出ないかの天才だからな。俺が試合の流れを作ってやるぜ。はい、ということで、ヒューガ使ってるんで、で、ジトーがいると、ヒューガが必殺技使えるようになると。で、ただ、こっちも捨てがたい。
ピアス。まあ、じゃあ今回ちょっと辞藤をもらいます。はい、ということでラストもう一回いけます。いきます。はい、鳥5話。三崎くん足輪の時はなんかちょっと出やすいっていうイメージが、まあ、今回は確定なんであれですけど、何気に翼のフェス弦とかも持ってないので、あー、ガルバン。下はいらないかな。やばいやばい、持ってるやつばっかり。フェス弦みたい。あー、欲しいのがない。ないないない。はい、あ、やばい、スナイダーだ。でも誰よりも共にチャンピオンを目指そう。じゃあここでディアス出てくれりゃいいのに。じゃあね、どうしよう。ソーダをもらってフェス弦持ってるので、この技を移植させるか、オワイランをもらってまあ重ねてパワーアップさせるか。難しいなぁ。それとシュナイダー持ってるんで、これで S ランク技2つもらうか。あー、微妙です。あー、これをもらってじゃあパワーアップさせることにします。はい、ということで100連ガチャプラスおまけの大当たり確定ガチャをやってきました。で、またお正月となんかイベントやってくれると思うので動画の方にしたいと思います。今回はありがとうございました。